こんばん、お悔やみ申し上げます。ミステリー案内人です。いきなりどうしたの？お悔やみ申し上げますってお葬式の挨拶じゃないのよ。この前人間界に視察に行った時、偶然お葬式の会場を見かけたんです。お葬式といえば闇の世界に来てから行ったことないわね。なんせ俺たち死なないからな。人間界でのお葬式というと、人生の最後を見送ってもらう大切な儀式でもありますが、一方で現世に心残りのある死者たちの影響が出る場所でもありますよね。そうね、楽しい場所ではないしね。みんなが悲しむ場所だからこそ死者たちも影響されるだろうしな。今日は葬儀屋さんに勤めている女性が体験した怖いお話をしましょう。私の名前はリエ。葬儀の会社で働いています。この黒スーツは制服のようなもの。最初は戸惑いの多い仕事でしたが、だいぶ板についてきました。とはいえ超人気の仕事というよりはかなり特殊なお仕事。どうして葬儀屋さんで働いているのってよく聞かれますが、私の場合は結婚相手が葬儀会社の跡取り息子だったんです。隣にいるのが私の夫のヨシトです。いえ、ずいぶんこの仕事に慣れてきたね。最初の頃が嘘みたいだよ。もうそれは言わない約束でしょ。実は最初は正直言うと、葬儀の仕事なんてやりたくないなんて思っていたんです。ヨシトと出会った時、実は俺の家業は葬儀会社なんだと聞かされた時の衝撃は今でも忘れられません。俺の家はだいたい家族経営だから、結婚する人には会社を手伝ってもらうことになると思う。つまりヨシトと結婚するってことは、うん、仕事も変える覚悟をしてほしいってことになるね。その話を聞いた時はまだ付き合いたてで、結婚なんて想像もしていませんでした。でもヨシトは真面目な人で、結婚を考える前に自分のことを話してくれたのです。特殊な家業で、しかも今働いている仕事も辞めてもらわなくてはいけない。この話で交際が何度もダメになったとも聞きました。私自身とても悩みました。でもヨシトの誠実さや優しさにどんどん惹かれていき、結果として私はヨシトと結婚することを選択。しぶしぶ事務的に仕事をしていました。でもそんな私にある時ヨシトが、俺たちの仕事は人生の最後をお見送りする手伝いなんだ。その人の人生最後を少しでもいい形にできるってとってもいいことだと思わないか。その言葉を聞いて、私も一緒に人生の最後を、お見送りを少しでもいいものにするためのお手伝いができたらと思うようになって、この仕事をしっかりとすると心に決めたのでした。そして今日は私が仕事での中で体験した不思議なお話をさせていただきます。待っている少女。これは私が仕事を始めて半年ほど経ったある日の出来事です。お通夜の最中、5歳くらいの男の子がロビーで一人で楽しそうにおしゃべりをしていました。あら、あの子一人かしら。僕一人。お父さんかお母さんは？お父さんは中にいるからここで待ってるんだ。僕はこの子と遊んでるから大丈夫だよ。この子？男の子は楽しそうに笑って誰もいない壁の方に向かって話しているんです。誰もいないじゃない。何言ってるの？ここにいるでしょ？僕たち遊んでるんだから邪魔しないで。気にしなくて大丈夫だよ。子供には俺たちの見えないものが見えるって言うだろ。それって、そう、男の子は私たちには見えない存在の何かと楽しそうに遊んでいたのでした。この仕事をしていたらよくあることだから、そのうち気にならなくなるよ。気にならなくなる？わけないじゃないの。夫が言うにはこういうことはよくあることだということでした。他の従業員に聞いてみても、小学校低学年くらいだとよくある話、特に葬儀場だとよく見るらしいよと口を揃えて言いました。ただ私はすぐには受け入れられずにいたのです。それからしばらくしたある日のこと、また同じ斎場で通夜が行われた時のことです。今夜は一人でいる女の子を見かけました。あら、あの子。ただ先日見えない何かと話していた子供のことを思い出して話しかけるのをためらってしまいました。すると女の子の方からニコニコ笑いながら私に声をかけてきました。
こんばんは。こんばんは。お父さんかお母さんは中にいるのかしら。お母さんいない。探してるの。あら、迷子？ちょっと待ってて、今すぐ探してあげるから。一瞬顔を上げ目を離した隙に女の子はいなくなっていました。この時はお母さんが見つかって走って行ってしまったのかな、そう思ったのです。しかしよく考えると、女の子は夏物の半袖のワンピースに裸足でした。今は12月。あ、ちょっと待って、今度は私も見えちゃったってことなの？でもあの女の子、見たことがあるような気がしました。ただどこでかは思い出せませんでした。お姉さん。あ、な、何？お母さんいたよ。あ、この中にいるよ。半袖と裸足に違和感はあるけれど、親が中にいるということは弔問客か、または親族なのでしょうか。子供だから上着と靴を勝手に脱いでしまったのかもしれない、そう思い直しましたが、ほら、あれがお母さんだよ。女の子が指を指したのは最上に飾られた遺影でした。お母さんはあの狭い箱の中にいるの。私と一緒だよ。私もあの箱の中に入って焼かれたんだもの。その時思い出したのです、この子の葬儀を半年前に行ったということを。半年前のある暑い日の午後、5歳の女の子がマンションのベランダから転落して死亡するという事故が起きました。お母さんの恵子さんはその時昼寝をしていた女の子を置いてちょっとだけ買い物に出たのですが、窓の鍵を閉め忘れていました。目を覚まして母親がいないことに気づいた女の子はベランダに出て、母親が外を歩いていないか見ようと身を乗り出した時に私が悪いの、私が目を離したから、私のせいであの子は死んでしまったのよこの女の子の葬儀が私が仕事として初めて携わった葬儀だったのです。その後恵子さんは自分を責めて心を病んでしまい、それから半年経った後、自分も後を追うように同じベランダから飛び降りたのでした。女の子のお母さんの恵子さんの葬儀が今執り行われているのです。恵子、恵子、どうしてこんなことを、俺を一人にしないでくれそうだ、あなたはあの時の女の子なのね。ずっとお母さんを探していたの。この子は幽霊なんだと知っても事故で子供を死なせてしまった母親が後を追って自殺してしまうという悲しい事実に涙がにじみました。そんな時、女の子の横に今葬儀を行っているお母さんの恵子さんの姿が現れたのです。あなたは。許さない。え、許さない。二人はじっと葬儀の様子を見ていますが、その視線の先には悲しんでいる父親の姿がありました。私たち親子を殺したあいつ、ヤスシを許さない。殺されたってどういうこと？私は自殺なんかじゃない。そしてこの子も全部あいつがやったのよ。何ですって？お母さんの話はこうでした。女の子の実のお父さんは女の子が生まれてすぐに亡くなり、母と子二人で生活をしていました。二人だけの生活でしたが、お母さんは自分で会社を経営しており、さらに亡くなったお父さんも十分な遺産を残してくれたため、忙しくとも生活に困ることはなかったそうです。そんな二人の生活の中に入り込んできたのがヤスシだったのです。ヤスシは女の子のベビーシッターでした。仕事で忙しいお母さんに代わって保育園の送り迎え、家の掃除や買い物、お母さんが残業の時は女の子に食事を作り寝かしつけてくれるなど、仕事とはいえ家のことをパーフェクトにこなしていたのです。毎日優しく笑顔で出迎えて、女の子をとても大切に扱ってくれるヤスシにお母さんもいつしか惹かれていったのです。そしてヤスシがベビーシッターになってから1年後、二
二人は再婚したのでした。再婚後もヤスシは変わらず女の子を可愛がり、家の中のことはヤスシが、外での仕事はケイコさんがするようになったのです。結婚して数ヶ月はとても仲良く暮らしていた三人。ある時ケイコさんの仕事が休みになったため、三人で買い物に行こうということになりました。しかし女の子は出かける直前に眠ってしまい、ヤスシが留守番をするので、ケイコさんは一人で買い物に行くように言われたのです。起きるまで待っているというケイコさんを必要に買い物に行くように促すヤスシ。たまには一人にしてくれようという行為だと思ったケイコさんは、一人で買い物に出かけることにします。しかしマンションのエントランスを出て歩いていると、女の子がマンションのベランダから転落していく姿が見えたのです。ケイコさんが慌てて家に帰ると、ヤスシが顔面蒼白で立っていました。ケイコさんが家を出てすぐ女の子が目を覚ましたそうなのですが、その時ヤスシは洗面所にいて気づかなかったというのです。女の子のママという声が聞こえて部屋に向かうと、女の子がベランダから身を乗り出していて、止める間もなく落ちていったというのです。警察でもその証言は信用され、女の子の死は事故死ということになりました。私が悪いんだわ、私が一人で買い物に出て行ったから。恵子さんは自分を激しく責めました。そうだ恵子、お前が悪いんだ。お前が一人で出て行ったから、お前の娘は死んだんだ。しかし女の子の死はヤスシに仕組まれたものだったのです。ヤスシは買い物に行こうと言いながら、あらかじめ女の子に風邪の時に飲んでいた眠くなる成分の入ったシロップを飲ませ、寝かしつけてしまいます。そしてケイコさんが出て行った後、女の子を起こし、ママがベランダの下から呼んでいるよ、見てごらんなどと声をかけ、身を乗り出した女の子をそっと後ろから突き落としたのでした。何も知らないケイコさんはヤスシの言葉に追い詰められていきます。しかしある日、ヤスシが別の女と電話で話している内容を聞いてしまったのです。邪魔な娘はベランダから落ちて死んだよ。俺が突き落としたのに、まんまと事故死になったぞ。あとはケイコが自分の責任を取る形で自殺してくれれば、遺産は全部俺のものになるのにな。なんですって、あんたが私の娘を殺したのね。誰がお前みたいな小ぶつきの豊島女と結婚するんだ。金があるからに決まってんだろ。ヤスシは最初から遺産目当てでケイコさん親子に近づいたのでした。そしてケイコさんをベランダから突き落としたのです。ノイローゼ気味だったケイコさんは、娘を追った後追い自殺だと世間からは思われたのでした。そんな、ひどい。死者が嘘をつくとは思えません。私は恐怖より二人の無念を何とか晴らしてあげたい気持ちになり、信じるかはわからないけれど、夫のヨシトにそれを伝えてみました。そうか、確かに態度がおかしいと思ったんだ。奥さんの葬儀だっていうのに携帯で誰かと話して大笑いしている姿を見かけたし。信じてくれるの？ああ、長年この仕事をやっているからこそわかるよ。死者の声が聞こえることは怖いだけじゃない、俺たちにもできることがあるはずだってね。ここで模試から亡き奥様にお声掛けをお願いします。は？なんでだよ、そんな話聞いてないぞ。お見送りの際に模試からお声をかけていただくのが一般的なんです。そうなのか、前はそんなことしたっけかな。まあいい。最愛の娘と妻を立て続けに失うなんて、こんな悲劇が起こっていいんでしょうか。恵子、君は僕にとって最愛の女だ。君以上に愛せる人はいない。その時、正面を向かって立っていたヤスシが驚愕の表情を見せました。お前たちは許さない。許さない、私たち親子を殺してのうのうと生きるなんて。やめろ、許してくれ、許してくれ。
弔問に訪れた誰一人、女の子と恵子さんの姿が見えている人はいませんでした。しかし、やすしにはちゃんと見えているのです。自分が殺した二人が。お前が私たちを殺した。認める。認めるよ。俺が殺した。俺が二人を殺したんだ。その時、警察が踏み込んできて、やすしを逮捕したのです。さっき、どうして私にやすしさんに奥さんへ言葉をかけさせるように言ったの？死者の名前を呼ぶことで、その人のことを考えるだろう。そうすると、波長があって、霊が見やすくなることがあるんだよ。俺もよくあるからね。そうなの？だから、賭けだったけど、二人の姿が見えたら自白するんじゃないかと思ったんだよ。警察も、彼を怪しんでたから見張ってたんだものね。それにしても、まさか本当にこんなことがあるだなんて。とにかく、事件が解決してよかったな。死者は蘇ることはできないけど。ありがとう。私の耳元にそうささやく女の子の声が聞こえました。葬儀屋としてはまだまだ新人の私ですけど、死者の声に耳を傾ける。そうできれば本人の望むお見送りができるのかもしれない。そう思った出来事でした。うわ、幽霊の言葉から事件を解決しちゃうなんてすごいわね。やはり葬儀屋ならではの体験ではありますよね。ご主人もかっこいいわね。奥さんの言葉を疑うことなく真摯に向き合ってくれるなんてスーパーダーリンだわ。男の俺もかっこいいと思っちまうぜ。プロフェッショナルだよな。リエさんの体験談はまだまだたくさんありますよ。もっといろいろなお話を聞きたい方はぜひコメント欄でお知らせくださいね。それではまた次の動画で会いましょうね。バイバイチーン。やっぱり忙しくしてるとあっという間に四季が進んでいくわね。すっごい視線を感じる。でも私には何も見えない。見えない。なんでかよくわからないけど、あれはすごく悪い幽霊な気がする。あなたはもう死んだのですよ。私と一緒に行くべきところへ行きましょう。え、あんたは一体。ぷやぷやぷやのぷやな、なんだなんだここは。ここは地獄ですよ。何の罪もない少女の命を奪い、その母を自殺へ追いやった罪、身に覚えがあるはずですよ、やすしさん。そう、やすしさんはあの後逮捕され刑務所で過ごしていましたが、流行のウイルスに感染してそのまま亡くなったのです。そしてあの斎場をさまよっていたのでした。あの親子はすでに転生して次の人生を歩んでいますが、あなたはそうはいきません。しっかり罪を償うように。いやだ。俺は十分苦しんだ。あの日からずっとあいつらが夢に出てくるんだ。もう嫌だ。皆さんは地獄はないと思いますか？世の中には知らないことがたくさんあります。死後の世界はその最たるものでしょう。どうか皆さんは悪いことはせず、いい人生を歩んでくださいね。それでは。どうしよう。こんばんツーリスト、ミステリー柳です。今日はこれから小杖さんと闇の世界一周ツアーに出かける予定なんですが、小杖さん遅いですね。アナニさんごめん、私急に行けなくなっちゃって。え、そんな、せっかく予約したのに。でも心配しないで、代わりの人が向かうから楽しんできてね。ちょっと小杖さん、代わりの人って？もう気ままなんだから。代わりの人って、はっちゃんでしょうか。
アスカ、お待たせ。統括主任？詳しい話は後、とにかく急ごう。フライトに遅れちゃうよ。こうして私はなぜか統括主任と闇の世界の一周ツアーに出かけることになってしまったのでした。1日目。どうして統括主任が来ることになったんですか？昨日コツエさんから連絡もらってね、闇の世界一周ツアーのチケットがあるけど自分の代わりに行ってくれないかって。コツエさん、どうして行けなくなってしまったんでしょうか？ああ、確か親戚の友達の弟のお嫁さんの妹の結婚式があるとかなんとか。どんだけ遠い関係の人の結婚式なんですか？まあまあ、おめでたいことだからいいじゃない。そうかもしれないですけど、それよりこれってコツエさんがクイズで優勝した副賞の旅行なんだってね。ええ、清さんと行く予定だったそうなんですけど、清さんは階段から落ちて足を骨折してしまったので、私が代わりに行くことになりまして。そしてコツエさんの代わりが僕ってことか。いや、ラッキーだな。でも急にお休み取れたんですか？私はだいぶ前に申請しましたけど。うん、ちょうど暇な時期だから有り余ってる有給休暇消化してこいって言われたよ。そうなんですか。せっかく闇の世界を旅行できるチャンスだから二人で一緒に楽しもう。今後の勉強にもなるしね。はい。この日は夕方出発だったので飛行機の中で睡眠をとりましたが、私はこれからの旅行を考えるとドキドキして全く眠れなかったのでした。2日目、闇の世界名所その1、黒猫の塔。ここが闇の世界で一番高いと言われる黒猫の塔だね。そうですね。人間界まで上がって帰れるように大昔の人が建てたと言われているんだ。昔の建築技術って現代では再現できない不思議なことも多いって言うだろう。ピラミッドは作れないとかさ、この塔も最初から作ろうと思ったらどれだけの年数がかかることか。もしかしたら再現不可能かも。そんな塔を登れるなんて本当に奇跡だよね。待ってください。統括主任、歩くのも話すのも早いです。ごめん。つい熱が入っちゃったね。ほら、引っ張ってあげるから、アスカも早くこっちへおいで。はい。あと、今は休暇中だから、統括主任って呼ぶのはなしだよ。カズでいいよ。はい。カズくん。この塔は人間界に届くことを目指して建てたんだけど、今の高さ以上に高くしようとすると雷が落ちてくるらしい。これ以上は闇の世界の神が許さないんだね。そうなんですね。さすがに疲れた？それじゃ、ここから上はエレベーターで行こうか。エレベーターがあるんですか？よかった。アスカって案内人としてしっかりしてるから、たまに忘れちゃうけど、運動はあんまり得意じゃなかったよね。しょうがないじゃないですか。気にしてないよ。ほら、行こう。わあ、すごい。闇の世界が見渡せますね。私、闇の世界を一望したのは初めてです。こうしてみると、なかなか壮観だね。もう坂道は終わったのに、私とカズくんは手を繋いだままでした。でも、私は自分から手を離すことはしませんでした。だってこんなチャンス、二度とないかもしれないからです。あの海が黒猫海。あっちに見える大きな建物が今日泊まる予定の黒猫リゾートホテルだよ。泊まる？旅行なんだから泊まるに決まってるじゃないか。そうです。これはツアー。一緒に名所を見て回るだけじゃなくって、旅行ということは泊まるということを私はすっかり忘れていました。その、ちゃんと部屋は二つ取り直したから大丈夫だよ。そうですか。ほっとした反面、ちょっぴり残念でもありましたけど。闇の世界名所その2、黒猫リゾートホテル。一部屋しか空いてない？昨日二部屋予約したはずだけど。申し訳ございませんお客様。こちらの手違いでお客様の予約を取り消してしまっておりました。今日はあいにく新婚スイート一部屋しか空いておりません。新婚スイート？こちらのミステシー、差額のお代は結構ですので、どうぞお泊まりください。ルームサービスの無料券もよろしければお受け取りください。ありがとうございます。スイートなんてなかなか泊まれないからよかったね、アスカ。よかったって。この部屋人気で普段は予約半年待ちらしいよ。
当日キャンセルが出たみたいで、たまたまこの部屋だけ空いてたんだって。部屋はとっても素敵で、こんな場所にカズくんといるなんて現実とは思えませんでした。だけど、同じ部屋で過ごすなんて。アスカ、緊張してる？昔だってよくお互いの家に泊まったじゃないか。あれは小学生の頃の話です。今は、だって。その時、窓から一匹の蜂が入ってきてしまいました。いや、蜂！アスカ、じっとして。いやー！ほら、飛んでいったよ、と。いったたたたた。アスカ、大丈夫？はい。自分の心臓のドキドキがカズくんに全部聞こえているのではないかと思うくらいでした。もしかしたらキスしちゃうかも。カズくんの顔がどんどん近づいてきました。どうしよう。アスカ、僕今腰がクキッとなって立てない。え？大丈夫ですか？痛み止めの注射も打ってもらいましたし、明日には良くなるみたいで良かったですね。情けない、もう年かな。働きすぎだから疲れが出てるんですよ。今日はゆっくり休んでくださいね。それじゃあアスカも隣で寝て。眠るまでいろんな話をしようよ。僕の知らないアスカのことたくさん聞かせて。私のことですか？そう、まずは子供の頃の話から。はい。子供の頃に一緒に過ごした話、カズくんが引っ越した後からアイドルになるまでの話、モコの話、好きな食べ物や好きな音楽の話など、取り留めのない話をしているうちに、私たちは二人とも眠りについていました。三日目。モコ。統括主任？ああ、そうだ。旅行に来ていたんだった。おはよう。おはようございます。腰は大丈夫ですか？うん、痛みも収まったよ。心配かけてごめんね。それはよかったです。あ、そうだ。今日はこのホテルを満喫する日なんです。屋内施設が充実していますから、一緒に行きましょう。いいね。この日は、スパやプールでたっぷり楽しみました。カズくんも準備運動にぴったり、これで明日のツアーもバッチリだなとご機嫌でした。ああ、もちろん、この夜から部屋は別々ですよ。そして翌日、私たちはおなじみのあの人たちの故郷へと旅立ったのです。4日目、闇の世界名所その3、小さいおじさん島。これから行くのはおなじみのあの人たちの故郷の島だよ。ようこそ小さいおじさんの島へって言ってるよ。小さいおじさんの住む島なんですか？でも私たちが入ったらいろいろ踏みつぶしてしまいそうで怖いですね。それは大丈夫。島の入り口のトンネルを通ると、ほらこの通り。僕たちも小さいおじさんサイズになったよ。わあ、本当です。私たち小さいお兄さんとお姉さんですね。小さいおじさんたちはこの島で自給自足の生活をしていて、私たちの生活と何ら変わりのないようです。島の動物たちはみんな小さくて、外部の大きな生き物はトンネルを通って同じようなサイズになるしか入ってこられないそうです。本当に不思議な島ですね。ゆっくり島を見ていってくれって。小さいおじさんを近くでよく見てみると、案外毛深いことがわかり、本当にちゃんとおじさんなんだなと、ちょっと面白くなってしまいました。僕たちの住んでいるところや、人間界にたまに現れるおじさんたちは、休暇町に遊びに行ってるらしいよ。それじゃあ、私たちが見ているのは、毎回別のおじさんってことなんですね。おじさんたちの生息している島があるなんて知りませんでした。僕も本でしか読んだことなかったから、来られてよかったよ。5日目。闇の世界名所その4、黒猫動物園。動物園ですか？闇の世界で一番大きい動物園なんだ。闇の世界にしか生息していない不思議な動物たちがたくさんいるんだよ。楽しみですね。前に水族館へ行った時もたくさん珍しい魚がいましたよね。水族館行ったっけ？そう、以前カズくんと水族館に行った時、カズくんは間違えて惚れ薬を飲んでしまっていたため、その時の記憶があまりないみたいなんです。
記憶がなくて助かったような、少し寂しいような。いえいえ、動物園を楽しみましょう。この鳥は、見たことがあります。闇の世界で一番大きな鳥で、ダークバードと言うんだ。闇の世界を飛び回り、闇の世界の地上のすべてを知っていると言われているんだ。別名、パトロールバードとも呼ばれていて、事故や事件が起こるのを目撃すると、助けに来てくれるんだ。そうだ、パトロール隊にいる鳥さんですね。闇の世界で一番大きいのは知らなかったです。いつか一緒に仕事をすることがあるかもしれないね。あれが、土の子、ネッシー、雪男、チパカブラ。人間界での未確認生物じゃないですか。闇の世界にみんないるんですか？うん、人間界にうっかり飛び出していっちゃって目撃されたりしてるんだよ。そうだったんですね。人間界での幻の生き物をこの目で見られるなんて感激です。うわぁ、かわいい。タッコ、タッコ、タッコ、タッコ。わ、喋った。これは抱っこ猿って言うんだ。かわいいんだけど、ただ抱っこ、抱っこって言ってます。あ、アスカ。え、抱っこ、抱っこ、え、抱っこ、抱っこ。この猿の真似をしてしまうと、本当に抱っこしてもらうまで抱っこって叫び続けるようになってしまうんだよ。そんな、抱っこ、抱っこ。仕方ないな。え？ほら、止まっただろ。ありがとうございます。次からは気をつけるんだよ。はい。こんなことになるなら、ダイエットしておけばよかった。6日目、闇の世界名所その5。黒猫の滝。そして旅もついに最終日となりました。私たちは気球に乗って黒猫の滝を目指しています。黒猫の滝って聞いたことはありましたけど、気球でしか行けないところなんですね。歩いても行けるんですけど、険しい山道を通るから何日もかけないといけないんですよ。だから今日は気球で行くけど、この大自然を空から眺められるのは本当に贅沢だよね。そうですね。素晴らしい景観です。あれが黒猫の滝ですか？水が真っ黒なんですね。よく見てごらん。え？ああ！なんと私が真っ黒な水だと思っていたのは、滝を泳いで登ってくるたくさんの黒猫だったのです。黒猫の滝登りだよ。闇の世界にいる黒猫たちが一年に一度一斉に集まって、この滝を登って魔力を高めるんだよ。一年に一度？そんな日に来られて実際に見ることができるなんて。魔力が高まった黒猫は闇の世界でも稀有な存在の黒い虎に生まれ変わるんだ。本当です。すごい。こんな光景を見られるなんて、来られて本当によかった。ああ、一生の思い出になったね。一年に一度しか見られないこの景色を大好きなカズくんと見られるなんて、私の今までの頑張りに神様がご褒美をくれたとしか思えません。いや、もしかしたら神様が背中を押してくれているとか。アスカ、どうかした？いえ、なんでもないです。やっぱり無理。告白しても振られたら帰るまでずっと一緒にいなくちゃいけないのに、そんなの耐えられない。あの、こんなに上まで上がってしまって大丈夫でしょうか？大丈夫、運転も任せといて。実はこの旅行に参加できることになって、絶対にアスカを連れて行こうと思っていたところがあるんだ。え？一体何でしょう？それは見てからのお楽しみ。さあ、着いたよ。気球が到着した場所。そこは雲と同じように空に浮かんでいる光に包まれた小さな島でした。ここは闇の世界にしか咲かない闇バラが咲く唯一の場所なんだ。黒い闇バラが光に包まれて反射し合い、キラキラと美しい輝きを放っていました。綺麗。闇の世界にこんなに美しい場所があるなんて。そしてその場所に私の大好きなカズくんと来られるなんて夢のようです。この闇バラは美しい反面、花を握りつぶすと爆発してしまうから、取り扱いに注意しなくてはいけないんだけど、男性から女性に渡すと、その女性は幸せになれるっていう言い伝えがあるんだ。それって、カズくんから私に？本当はそうしたいんだけど、帰りは飛行機に乗るから闇バラを持って帰れない。だから、この場所をアスカに見せたかったんだ。そうだったんですね。ありがとうございます。私、辛いことがあっても、今日のこの場所を思い出して頑張りますね。アスカ、
あ、もしもし、出発の時間ですか？はい、行きます。それじゃあ、アスカ、行こうか。あ、はい。カズくん、私、闇バラの美しく輝くこの景色を一生忘れることはないと思います。素敵な思い出を本当にありがとうございました。僕もだよ。今日ツアーに来る相手がアスカじゃなかったら、ここまで来ようと思わなかったと思う。え、それって、アスカの幸せが闇の住人の幸せにつながるからね。あ、そうですよね。やっぱり告白しなくてよかった。うぬぼれてバカみたい。っていうのは建前で、アスカの喜んだ顔が見たかったんだよ。カズくん。さあ、行こう。帰るまでがツアーだよ。はい、カズくん。こうして私とカズくんの約一週間の旅行は、楽しい思い出をいっぱい作って幕を閉じたのでした。案内人さん、お帰りなさい。どうだったのよ、統括主任と旅行は。コッツエさん、親戚の友達の弟のお嫁さんの妹の結婚式はいかがでした？け、よく覚えてるわね。まあ、あれは、ママだったわよ。で、統括主任との旅行は教えなさいよ。内緒です。え、旅行をプレゼントしたのは私なのに。だからちゃんとお土産買ってきましたよ。やった！黒猫まんじゅうと闇バラチップスじゃないの。みんな呼んでくるわ。皆さん、闇の世界ツアーはいかがでしたか？ぜひグッドやチャンネル登録をして黒猫ファミリーの一員になってくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイチーン。え、統括主任はお休みですか？どうしちゃったんだろう。風邪とかひいてないですよね。お姫様抱っこしたら腰の痛みが悪化したなんて恥ずかしくて言えないよ。SCP-049 が脱走した。 D クラス職員は今すぐ回収へ向かえ。ちくしょう、こんな暮らしをしてたら命がいくつあっても足りないぜ。なぜそんなに怯えてるんだい？僕たちは死刑囚でありながら、たった30日間 D クラス職員として働けば解放されるんだ。むしろラッキーじゃないか。ち、タッグを組まされたのもとんだ怒り野郎だし、ついてないぜ、まったく。こんばん、 D クラス職員、ミステリー案内人です。今回は久しぶりに SCP 財団の話か。確か SCP っていうのは自然法則に反した存在、物品、場所のことを意味してるんだろう。それで SCP 財団は人類の平穏な暮らしのために SCP の確保、収容、保護を目的として活動してるのよね。二人とも素晴らしいですね。その通りです。俺たち SCP のことを知れば知るほどどんどんファンになってるからな。今日のお話も楽しみだわ。それではどうぞ。 SCP-049 テスト医師。職員が言うにはここら辺に逃げたんだろ。脱走したのは一体どんな化け物なんだよ。 SCP-049 は15世紀ヨーロッパに伝わるペスト医師の格好をした人型の SCP だよ。ペスト医師って確か黒い衣服にカラスみたいなマスクだろ。ほら、ちょうどあんな感じの。うわー、君たちは疫病にかかっている。そう、大正解。まさに彼が SCP-049 だ。早速お出ましだね。最悪だぜ。あの職員は死んじまったのか。ただ触れただけだぜ。 SCP-049 は恐ろしい力を持っていてね。物理的接触をした人間は皆必ず即死するのさ。とんだチート能力じゃねえかよ。って、あの化け物、死体に何か細工してねえか？どうやら始まったようだね。一体何を？生きてる？おいおい、さてはお前、知ったかぶりしてたな？おい、大丈夫か？やれやれ、君は何も知らないんだね。SCP-049 は死体を発見すると手術を施す。それを受けた死体は蘇るんだ。な、
なんだって？うわぁ！な、何をするんだ貴様！うわぁ！ただし、生き返った人間に知性はなく、人を襲うただのゾンビのようになってしまうけどね。ゾンビだって？うわ、あいつもう一人の死体にも手術をしたぞ。どうすんだよ、どっちも来たぞ。君たちは疫病にかかっている。君はこれを SCP-049 にかけるんだ。頼んだよ。え、んなもんかけてどうすんだよ。って、君は疫病にかかっている。うわぁ、ちくしょう、くらえ。え、止まったぞ。 SCP-049 はラベンダーの精油をかけられると落ち着くのさ。大丈夫かい？はい。さあ、私はいるべき場所へ戻りましょう。そうだったのか。ところでお前、あの D クラス職員はどうしたんだ？始末したさ。と言っても、すでに死んでゾンビとなっているんだ。別に構わないだろ。まあ、そうだな。まったく恐ろしい SCP だぜ。SCP-3000、アナンタ聖者。ふふふ、こいつは絶景だね。あんたのおかげで正直助かった。けどよ、あの巨大な化け物は何なんだよ！彼は SCP-3000。毒ウツボに似ている彼の最も特徴的なポイントは、体長600から900キロメートルにも及ぶ巨大な体。ではなく、ないのかよ！特殊なオブジェクトクラス、タウミエルに分類されているということさ。タウミエル？オブジェクトクラスって確か制御可能性を表す指標だろ？ええ、君でもそのくらいの知識はあるんだね。最初に講習受けてたからな、さすがにな。一般的に知られているのはセーフ、ユークリッド、ケテルの3つで、しっかり収容していれば安全なセーフ。収容方法が見つかっているが、必ずしも安心はできないユークリッド。継続的、または確実に収容することが極めて困難なケテルに分類されている。そして僕たちの目の前にいるタウミエルとは、財団に極めて大きな利益をもたらす存在。かつ、財団によってコントロール可能な SCP のみが分類されるクラスなのさ。へえ、ってことはあいつ、ああ見えてめちゃくちゃ協力的ってことか？いいや。SCP-3000 に近づけば、頭痛や人間不信、記憶喪失や記憶改変などの精神汚染によって、まるで別人のようになってしまう。それに、彼はああ見えてものすごく速くてね。その圧倒的な速度で、多くの人間が彼に食い殺されているのさ。全然安全じゃないじゃねえか！じゃあなんであいつはタウミエルに分類されてるんだよ！それは、彼が頭部から分泌する灰色の粘液が理由です。今回あなたたちがここに連れてこられたのもまた、あの粘液を採取してもらうためなんですよ。灰色の粘液？なんでそんなものを集めてるんだよ。SCP 財団は世界の均衡を守るため、不利益な情報を持った者に対して記憶処理を行っているのは知ってるだろう。あの記憶処理は以前までアヘンやクロロホルムといった薬品を用いて行っていたんだ。アヘンやクロロホルムって毒薬じゃないか。だからこそ意図せず死なせてしまうことも少なくありませんでした。そこで SCP-3000 に注目が集まったんです。彼の灰色の粘液には記憶処理剤に使える成分が含まれており、あの粘液から数種類の記憶処理剤が生成されているんです。毒薬を使うよりもずっと安全でね。灰色の粘液で記憶処理をした後、その後の人間が通常の動きを行うことが実証されているんだろう。君の博識さには驚かされる。まさにその通りだよ。無益な殺生は私たちとしても望むところではないからね。なるほど。じゃあ俺たちはその記憶処理剤のために今から。ああ、彼の粘液は定期的に採集しなければいけないんだ。それじゃあ早速、作戦を開始しようか。もうこうなりゃ、なるようになれだ。いやあ、素晴らしい。二人ともご協力、ありがとう。
ございます。正直もうやりたくないぜなあ。おいおい、ビビって声も出ないのかよ、情けないな。さあこれで無事に私、おー、いや僕、やっぱり私、私は誰だ、いやだ、何も見えないぞ、真っ暗だ。おい、ここはどこだ。どうしたんだよ博士、まるで別人みたいじゃないか。て、おいカカオ、これってまさか。ああ、そのまさかだよ。黙れ黙れ黙れ、畜生、頭が痛い、まるで脳みそを針で刺されてるみたいだ。博士のやつ何か書き始めたぞ、どうなっちまうんだよ。灰色の粘液の採集方法は決して安全ではなくてね、過去にも作戦の最中に SCP-3000 特有の精神汚染が起きているのさ。そして精神汚染された人間は収容し隔離されなければいけないが。それじゃ博士を確保しなきゃいけないってことかよ。ちょ、あ、博士が海に出てるぞ。自殺行為だ、早く戻ってこい博士。畜生、 SCP-3000 に食われちまった。これは博士の残したメモか。何何、あの中は人間の死体でいっぱいだ。あれは彼らを消化などしていない、何か別のことをしている。その最終産物が灰色の粘膜だか。博士の最後の研究結果というわけだね。クソ、 SCP に関わるだけで一体何人の人間が死んでいくんだ。さてね、それは僕にもわからない。今一番の謎は目の前にいる彼さ。君は一体何者なんだい。SCP-343 神。はぁ、どうしたんだい、随分と疲れてるじゃないか。当たり前だ、命がけの任務を二つもこなしたかと思えば次の任務はこのトランプを渡してこいだぜ。一体どんなふざけたやつが待ってんだよ。へへへへ、君が今向かっているのは SCP-343、 通称神さ。はいはい、神ね、神神神？さあ着いたよ。ここが神の部屋だ。おいおい、そんな簡単に入って大丈夫なのかよ。って、やあ、よく来たね。ああ、君に彼がどう見えてるかはわからないが、SCP-343 は見た人がイメージする全知全能の姿を体現しているんだ。どうだい？神そのものに見えるだろう。あんたの言う通りだ。でもなんで神様がこんなところに。それが、私が街道から消えて屋上に現れる。簡単に言えば瞬間移動だね。その場面をうっかり人に見つかってしまっての。その情報がきっかけで財団職員に確保され、今もこうして収容されているんだ。よく言うよ。君がその気になれば、いつだって逃げられるだろう。おい、それってどういうことだよ。SCP-343 は、セーフ。収容方法が確立されていて安全な SCP のはずだろ？セーフの基準は確かにその通りだが、SCP-343 は別なのさ。ほら、見てごらんよ。見てごらんって、いなくなってるぞ！一体どこに消えたんだ？ただいま。ほら、手土産をあげよう。お、壁をすり抜けてきたぞ。って、なんだこれ。ハンバーグじゃないか。うん、うまいぜ。ハンバーグ！彼は財団職員に確保された際も、自身が神であることの証明として、同様の行動をとってみせたんだ。壁を通り抜けて外を歩き、そして戻ってくる行為をね。その通りだ。とはいえ私はここを気に入っているから、心よく収容されているのさ。部屋もおしゃれで快適だろう。でもそれじゃあ収容不可能なのに政府に分類されてるってことだろ。まさか神だからって SCP 財団が忖度でもしてるのか。 SCP 財団がそんなことをするわけがない。これはつまり
SCP-343 が財団の判断を歪めるほどの超常的な認識改変と現実改変能力を持っているという証拠だろうね。おいおい、それってつまり SCP 財団は自分の能力で騙し続けてるってことかよ。ああ、自分を神と名乗るだけの力はあるということさ。ほっほっほ、おだてても何も出やせんよ。それじゃあトランプ遊びにちょっと付き合ってもらおうかな。 SCP とはいえ神様とトランプか。死ぬことはなくても緊張はするな。僕としてはちょっと刺激が足りないけど、まあよしとしよう。めったなこと言うんじゃねえ。 SCP-231 許して。まだだ、まだダメなんだ。処置110モントークはまだ終わらないんだよ。いやー、いやー、畜生。音声は消した方がいい。聞いてるだけで気が滅入るんだろう。財団が独自に編み出した処置110モントークは一種の拷問でね。あまりの残虐性から詳細な情報は残されていないんだ。なんだよ、なんでこんなことしなきゃいけないんだよ。いくらなんでもひどすぎるぜ。 SCP-231 はデータの大半が削除され、詳しいことはわからないが、元は陰王の子供たちと名乗る組織から保護された7名の女性なんだ。7人？おい待てよ、あの子は1人だけじゃないのか。ああ、最初は7名いたが、他の6名は死んだ。それぞれが怪物 SCP を生み出してね。なんだって？これは数少ない残された記録の一部だが、 SCP-2311 は陣痛を起こした後 SCP を出産し死亡。その SCP によって多くの犠牲者が生まれ、 SCP-2312 と4はそれぞれ胎児の摘出措置中に死亡。その後取り出された胎児 SCP によってこちらも多数の犠牲者が発生した。それだけじゃない。 SCP-2313 は子供を出産させないための処置110モントークの過酷さに耐えきれず自害。さらに SCP-2315 は処置110モントークの失敗によって死亡したが、 SCP-2313、5はどちらも死亡後に SCP を生み出したことで甚大な被害を生み出したのさ。とにかく出産することで甚大な被害が出るから、それを阻止してるってことだな。それじゃあ SCP-2316 は？彼女が逃げ出そうとした先で銃で撃たれ死亡。その後 SCP が誕生し、大勢の人間が死亡したと推測されているんだ。SCP-231 よりも彼女たちから生まれる SCP がヤバいってことか。だからってなんであそこまでひどいことを。交代してくれ。さっきも説明しただろ。すべては SCP-2317 の出産を防ぐためだよ。さあ、行こうか。処置110モントークは確かに悲惨で暴力的な行為だ。とはいえ。助けて、もういじめないで。ひでえ、今助けてやるからな。それはダメだ。この世が終わってもいいのかい？この世が終わってもって。この処置をしなければ彼女は SCP を出産してしまう。そして SCP-2317 の出産は XK クラスシナリオへとつながると言われているんだ。 XK クラスって？財団が設定している SCP がもたらす世界への悪影響レベルとでも言えばわかりやすいかな。細かく分類分けされているが、 XK クラスは世界終焉シナリオ、文字通り世界が終わると言われているんだ。世界終焉？冗談だろ。冗談でこの残酷な仕打ちが繰り返し行われてるとでも？残念だが、僕たちにはこの哀れな少女を解放する選択肢はない。ただ職務を全うするしかないのさ。畜生、ごめん、ごめんな。わかったら君は下がってるんだ。覚悟のない職員が、
処置いちいちゼロモントークをやっても失敗しかねないからね。さてと。いや、来ないで。僕を恨んでいい。君にはその権利があるからね。俺が死ぬより苦しい SCP がいるなんて、もし解放されてもこの子だけはずっと夢に出てきそうだ。 SCP-106 オールドマン。鉛の壁がひでえな。これも全部 SCP-106 のせいかよ。ああ、 SCP-106 通称オールドマンは腐食した老人の見た目をしているが、彼が触れた物体はすべて腐食してしまうんだ。物に限らず、人間までもね。腐食って最悪だな。人間の腐食ってゾンビ化ってことだろ。俺はゾンビになるくらいなら触れられる前に死んだ方がマシだぜ。彼が最悪なのは、腐食させるという力のために24時間体制で監視してもたびたび逃げられてしまうことさ。事実、彼が脱走したせいで僕たちはこの収容プロトコルの修理をやらされてるんだからね。まったくだぜ。でもま、こんなところでいいだろう。おい、プロトコルの修理終わったぜ。ご苦労。ではその場で待機していろう。待機？まあ休憩と思ってのんびりするか。なあ、君は SCP-106 の捕獲方法を知ってるかい？ああ、そんなの俺が知るわけないだろうが。それじゃあ教えてあげよう。実は SCP-106 の収容方法は確立されていてね。必ず彼が好む10歳から25歳の人間をおとりに使うんだ。おとりだって？ああ、SCP 財団の力をもってしても犠牲なくして SCP-106 を捕獲することはできない。だからこそ収容用コンテナにおとりの人間を入れた上で浮上させ、その叫び声を放送することでおびき寄せた SCP-106 を捕獲するというのが彼の収容方法なのさ。へえ、 SCP 財団も頭がいいな。って待てよ、それじゃあこの状況って、ああ、貴様らがそのおとり役ということだ。おいおい、やっぱりそういうことかよ。どうすんだよカカオって、あれあ、悪いが君にもおとり役になってもらうよ。アキレス腱と大腿骨の一本くらいもらってもいいよね。うわー、ちこうなっては仕方ない。あいつらをおとりにする。このまま閉めてしまえ。おい待てよ、助けて、死にたくないよ。閉じ込められちまった。おい、あんた知ってたんだろ。なんでもっと早く言って。なんでって、こんな素敵な状況下に置かれたことが今まであったかい。僕の幸せはこのドキドキを実感できる瞬間なのさ。あんたやっぱりイカれてるよ。でも締め出されたってことは奴も入ってこられないってことだろ。で、こいつが。やれやれ、僕の相棒は油断しすぎるのがどうにもね。オールドマンの動きはとても穏やかだが、ポケットディメンションと呼ばれる異空間を通り抜けることで、どんな場所も自由に出入りできるのさ。そういうことは、もっと早く言ってくれ。はあ、また相棒が死んでしまったね。まあ時間的にも君が最後の SCP ってことだろ。僕も君にとても興味があるよ。やめろ、こっちに来るな、助けて。うわ、 SCP-106 が入り次第収容コンテナは即座に封鎖される。これで僕たちは二人っきり。そうだろう。君の足が遅くて助かったよ。僕の興味は打撃が一切効かない君よりも
そのポケットディメンションの中にある。ということで君とはもうこれでお別れだ。それじゃあね。さあイッツショータイムだ。ちょっとカカオってば、自分からポケットディメンションに落ちてどうするのよ。結末はこの後のおまけで紹介しますよ。デス落ちじゃないから安心してください。よかった。 SCP に関わるとろくなことがないっていうのに、カカオはほんと懲りないんだから。なあアナニーさん、最後に出てきたオールドマンってなんか苦手なものとかないのかよ。あれじゃ最強すぎるじゃないか。いい質問ですね、ゾーンさん。 SCP-106 は光が苦手だと言われているので、実際に遭遇した際には光を浴びせるのが得策だと言えるでしょう。なるほど、勉強になるぜ。光ね。二人ともすっかり SCP の魅力に使っているみたいですね。そのうちカカオと一緒に財団に潜入したいなんて言い出したりして。それだけは絶対にない。あんな恐ろしい財団見学ツアーだってごめんだぜ。そうそう、絶対安全な場所から見ているから楽しいの。まあ自ら財団に潜り込んで SCP と命のやり取りを楽しめるのはカカオくらいかもしれませんね。それでは今日の動画が面白いと思った方はぜひグッドやチャンネル登録をして黒猫ファミリーの一員になってくださいね。それじゃあまた次の動画で会おうぜ。バイバイチーン。ん？大変、人が倒れてるわ。大丈夫ですか？ねえ、ちょっと大丈夫？って、いやー！さすが SCP-106 だ。思った以上の力だったね。まさかポケットディメンションを通っても腐食の影響を受けるとは。でも見事財団から抜け出すことに成功だね。はぁ、一応 SCP 対策でいろいろな薬は用意していたけど、ゾンビ化を防ぐ薬が役に立つとはね。今の時代どんな依頼が来るかわからないし、この薬もアルカラム一族で常備するようショコラに提案しなくちゃね。ゾンビ化を防ぐ薬？それを飲んだら俺はどうなるんだ？多分もともとゾンビのゾーンさんが飲んだら死んじゃうんじゃないでしょうか。そんな、人間になれるチャンスだったのに。私たちこれからどうなるんだろう。お腹も空いてきたし。アスカ、見てこれ、捕まえた。早速食べてみようか。いや、統括主任、それは。こんばん、タコ八郎、ミステリー案内人です。おや、コツエさんが血相を変えて走ってきましたね。大変大変、案内人さん、今人間界でとんでもないことが起こってるらしいの。とんでもないこと？ある山に登山した若い男性たちが次々と行方不明になってるんだって。まるでマジックみたいに一瞬で目の前から消えていなくなるって話よ。コツエさんの言う通りなんだよ、アスカ。統括主任、放っておけないってことで僕が調査することになったんだけど、案内人さんをパートナーとして連れて行けとのお達しがあってね。早速出発しよっか。私がパートナーって？うわ、案内人さん入った。というわけで人間界のとある山にやってきたわけですが、統括主任、なんだか楽しそうですね。え、そうかな。いや、そうかも。実は人間界の山に興味があってさ、登山できるってことでちょっとだけワクワクしてるんだ。なるほど、そういうことでしたか。でも今回はトラブル調査ですから油断はできませんね。その通り。今回は行方不明者が多発している山なんて聞いたことがないけどね。確かに。もしかしてこの山いわくつきなんですか？突然男性だけが消えるという不自然さからも例の仕業のように思えますが、詳しくは分かってないんだけど、おそらくそうだろうね。アスカは山の神は女神って話知ってる？ええ、聞いたことがあります。確か姉妹なんですよね。姉の岩永姫とこの花咲夜姫。
さすがアスカ、よく勉強してるね。古事記や日本書紀に伝わる日本の神話に登場する神々だよ。長いから岩姫と咲夜姫としようか。大山積の娘で二人揃ってニニギの御事の元に嫁ぐが、岩姫は醜かったことから父の元に送り返された。姉妹の父はそれを怒り、岩長姫を差し上げたのはニニギの岩のように永遠のものとなるように、この花咲夜姫を差し上げたのはニニギが花のように繁栄するようにと誓約を立てたからである、と岩姫を送り返したことでニニギの寿命が短くなるだろうと告げたんだ。愛する娘をブスだからと送り返されたら、そりゃどんな父親でも怒りますよ。日本書紀には妊娠した咲夜姫を岩姫が呪ったとも記され、それが人の短命の起源でもあるとされているんだよ。妹への恨みが人の短命につながるなんて、神の怒り、恐るべし。でだ、僕は今回行方不明を引き起こしている犯人がこの山の神なんじゃないかって思っている。統括主任は何も事前情報がない私に分かりやすいよう改めて事件の概要を説明してくれました。行方不明になっているのは6人、全員が若い男性。6人とも自分の彼女と登山していた最中に急に消えてしまった。取り残された彼女たちはパニックになったり泣き叫んだりしながらも無事下山。こんなことが半年のうちに立て続けに起こったというのです。力の強い山の神なら確かに人間を消すくらい余裕ですよね。でもなんで男性だけなんでしょう。女性は助かっているのに。これは調べたうちの言い伝えの一つなんだけど、結婚前に実家に送り戻された岩姫は独身で大層な男好きだそうだ。だから手元に男性だけを残し女性は逃したんじゃないかってね。なるほど、結婚できるなら人間でも神でも構わないということですかね。ま、何にせよしっかり確かめる必要があるね。はい、私も頑張ります。そして私たちは山に足を踏み入れたのです。この後思いもしない恐怖が待ち受けていることも知らずに。統括主任、おかしくないですか。ああ、そうだね。山に入って1時間ちょっと、私たちは明らかな異常を感じ取っていました。さっきから歩いても歩いても景色が全く変わらないのです。同じところをぐるぐる回ってるみたいだ。見てごらんよ、このコンパス。まさか私たち遭難したんじゃ。急いで下山しましょう。ストップ、遭難した時は下ってはいけないんだよ。沢を下った先が崖で、そこから転落ってことになりかねないからね。ということはとにかく上を目指すしかないってことですか。うん、でもほら、僕たちには魔法があるから、いざって時は空を飛んで。あれ、おかしいな。統括主任、魔法が使えない。え、そんな。ぷやぷやぷやな。ぷやぷや。本当だ、何も起こらない。まさかここまで力の強い女神だとは思ってもみなかったよ。どうやら僕たちの魔法は封じられたみたいだね。統括主任は冷静にそう言いますが、これって大ピンチ。魔法が使えると思っていたからこそ私たちは軽装でしたし、このままでは本格的に遭難してしまいます。アスカ、慌てちゃダメだよ。とりあえず一旦休憩しようか。さっきから見えているあの洞窟、いい休憩所になりそうだし。でもあんなあからさまに入れと言わんばかりの洞窟、安全なんでしょうか。山の女神が何か企んでいるとしか思えませんよ。このまま歩き続けても拉致が開かないし、相手の思惑に乗ってやろうじゃないか。大丈夫、何があっても君のことは守るから。はい。し、こうして休憩する意味を兼ねて洞窟に向かった私たち。統括主任が乾いた植物や棒などを使って火を起こしてくれ、なんとか焚き火で温まることができている状況です。統括主任は休むことなく周りの様子を調べに行ってしまいました。私たちこれからどうなるんだろう。お腹も空いてきたし。アスカ、見てこれ、捕まえた。早速食べてみようか。え、統括主任、それは蛇と虫。洞窟の奥にすごくたくさんいたんだよ。もしかしたら女神は僕たちを驚かせるつもりだったのかもね。でも今の僕たちにとってはこれも貴重なタンパク源だ。私蛇や虫なんて食べたことないですし。大丈夫、きちんと調理すればそれなりの味になるはずだから。準備は僕に任せて。できた。さあ、アスカ、召し上がれ。
せっかく統括主任が作ってくださったんだし、いただきます。おいしい。よかった。生えていた香草で匂い消しをしたり、しっかり焼き目をつけたり、いろいろ工夫してみたんだ。喜んでもらえて嬉しいよ。私、ん？私、お役に立てなくてすみません。不安になるばかりで、統括主任のように行動もせず、まだまだ未熟ですね。そんなこと考えてたの？まったく必要のない反省は時間の無駄だよ。君が頑張っていることなんて十分知っている。コツエさんたち闇の世界の住人が楽しく過ごせているのは君のおかげなんだから。でも私、それにさ、いつも頑張っていたら疲れちゃうでしょ。僕がそばにいるときくらい甘えてもいいんだよ。ええー、まさかの急接近に心臓が止まるかと思いました。まあ私すでに死んでいるので、この表現もどうかと思いますけど。統括主任。アスカ、ほら、ちゃんと僕を見て。その時。来たな。え？あれ？ものすごい音がしたかと思うと、次の瞬間には統括主任が消えていました。まさか、統括主任まで山の女神に。浮かれていた自分が恥ずかしくなりました。私たちはあくまで仕事としてこの山に来た。わかっていたはずなのに、私は油断していたんです。私が統括主任や消えた男性たちを助けるんだ。みんな待っててください。眩しい。今度は何？いや、アスカ大丈夫？統括主任？助けるって言った次の瞬間、ニコニコと微笑む統括主任が目の前にいました。そしてその隣には見知らぬ女性。まさかその方って？そう、この山の女神、岩永姫だよ。一体何が？さっき僕は女神にさらわれたんだよ。気づけば目の前に彼女がいてね、何やら怒っている様子だったから話を聞いたんだ。君がこの山の主でいいんだよね？いかにも、大山罪の娘、岩永姫じゃ。一連の行方不明事件も君の仕業だろ。一体どうしてこんなことをしたんだい？岩？どうしたもこうしたもないわ、人間どもめ。わしの山でイチャつきよって。不愉快なんじゃ。景色が綺麗と女子が言えば、男どもは君の方が綺麗だよと抜かす。美しい女子はいいの。ちこめと言われ嘲笑われる気持ちなどわかりはせんのだ。だから君は怒って男性をさらったんだね。そうじゃ。わしの怒りを人間どもに思い知らせてやったわ。でも、そんなことしてはいけないよ。ふん、なんとでも言え。もったいないじゃないか。君は今まで山を美しく緑豊かに保ってきたのに、このままだとここは人間が食われる恐ろしい山だとひどい噂を流されるよ。そうすれば気は歪み、水は枯れ、悲惨なことになる。何？今からでも遅くない。さらった人たちを解放するんだ。こんな素敵な山を管理していた君の心は本来とても美しいはず。元の君に戻ってくれ。ね。ああ、もう分かった分かった。ってわけで、女神は男性たちを解放してくれたんだ。今頃みんな山の麓で目を覚ましてるんじゃないかな。幸い近くに町があったし、誰かが見つけてくれるはずさ。そうですか。よかったです。イケメン男性を狙ってさらっていたわけではなかったんですね。イケメンは目の保養にはなるが、取って食おうとは思わん。中身までイケメンの男がいないことは、昔の経験でよう知っておる。わしはこれからも山々を美しく保つために、ここで山の精霊たちと生きていく。ただし、イチャつくカップルは別じゃ。問答無用で追い出してやる。そういう意地悪はなしって、さっき約束しただろう、岩姫。誰が岩姫じゃ。わしは山神、岩永姫じゃぞ。もっと敬わんか。イケメンでも無礼な態度は、許さんぞ。あ、本当にイケメンに弱いんだな。わかりやすい神様ですね。ごめんごめん。ふん、約束通り、今後は死におこぜを捧げ続けるんじゃぞ。もちろん約束は守りますとも。その代わり、岩永姫もむやみやたらに山に入る人間を脅かさないでくださいね。神に二言はない。山の女神は自分よりも醜いものを好むため、顔の醜いおこぜを供物にされていたと聞いたことがあります。
きっと統括主任は女神の機嫌を損ねないよううまく交渉したのでしょう。目障りなお前たちも麓に送り届けてやる。安心しろ、この山を出ればまた魔法も使えるじゃろうて。ありがとうございます。よかった、これで私たち助かるんですね、統括主任。ああよかったよ、アスカ。統括主任だあ、この山でイチャついた雰囲気を出すんじゃない、腹立たしいの。イチャついてなんていません。今現在見つめ合って頬を染めておったじゃろうが、お前はええの美人で、じゃからこんなイケメンを捕まえられたんじゃろう。そんな美人だなんて。わしはブスが理由というだけで実家に追い返された。美しい妹はそのまま嫁いでいって子供にも恵まれたというのに、ブスというだけで、ブスというだけで。岩姫、それは岩姫の見た目は関係ありません。岩姫の心を見ようとせず見た目だけで追い返したニニギが最低の男だったというだけです。そんな男むしろ願い下げというものでしょう。お前、こんなに美しい山々を守る女神が醜いはずがありません。岩姫にもいつか運命の人が現れますよ。さすがアスカ、心の綺麗な子だな。うん、女子に慰められても嬉しくないわ。美人にブスの気持ちなどわかるまい。まだそんな。だいたい見ていてじれったいんじゃ、さっさとくっつけばいいもの。急に何を言うんですか。お前が言わぬのならわしが言うてもええんじゃぞ。いや、もうやめてください。何の話。統括主任には関係ありませんから。寂しいな。もう二人だけの内緒話するくらい仲良くなったの。そんなわけありません。まったく大変な一日でしたよ。お疲れ様。案内人さん、無事に事件を解決できたのね。ええ。どうしたのよ、そんなに落ち込んじゃって。私全く役に立てなかったんです。山の女神を嫉妬させるため統括主任はわざと私に甘い言葉をかけてきたのに、私はそれに気づきもせず浮かれちゃって。案内人さん、でも私は案内人さんのおかげで毎日楽しく過ごせているわ。こつえさん、案内人さんならきっと案内人さんが思う理想の自分に近づけるはずよ。落ち込まずに明日からまた頑張りましょうよ。こつえさん、ありがとうございます。もっと案内人としてしっかりしなきゃ。これからも頑張るぞ。そうこなくっちゃ。今日の動画が面白いと思った人はぜひ高評価やチャンネル登録をして黒猫ファミリーの一員になってね。今回の動画のコメントもたくさん待ってます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイチーン。バイバイチーン。それにしても統括主任さん、本当に作戦のためだけに案内人さんに優しくしたのかしら。どうしました、小杖さん。なんでもない。今回の仕事も無事終わってよかった。アスカとの作戦もうまくいったし。そう、作戦だったんだよな。それなのにどうして少し緊張しちゃったんだろう。ま、女性に甘い言葉をかけるなんて慣れてないからな。さてと、次の仕事の確認をしなくちゃ。この男に私の娘は。だから頼みます、私の代わりにこの男の息の根を止めてください。いいだろう、君のその増悪僕が代わりに届けてあげよう。こんばん、反抗期ミステリー案内人です。ふんふん。おいおい案内人さん、地団駄を踏んでどうしたんだよ。いやだいやだいやだ。ひょっとして案内人さんってば反抗期なんじゃないの。反抗期って子供がなるもんだろ。大人の案内人さんがまさかそんな。違うもん。おいおいマジかよ。ひとまず今日の話に進んじゃおうぜ。そうね、それじゃあどうぞ。ふん、やだやだ。ああカレン、ああおはよう。まあまあありがとう。それじゃあ行ってくるね。待ちなさいよカレン、
あんたまだあの子たちとつるんでたの？うん、そうだけど、なんか問題？別に彼女たちがどうこうってわけじゃないわよ。でも前も言ったけど、徹底的に物事に打ち込みなさい、でしょ。だから徹底的に遊ぶことにしたの。私なんか間違えてる？あのね、カレン。はぁ、ねえママ、離婚したからってパパの役割まで果たそうとしなくていいよ。それじゃね。ちょっと待ちなさい。はぁ、こんにちは、おばさん。ええ、こんにちは。カレン、どうせまた12時頃に帰ってくるんでしょ？だったら、黒猫通りまで迎えに行ってあげる。じゃあね。はーい。お母さんなんか機嫌悪くない？さあ、更年期なんじゃない。それより行こうよ。賛成！うん、疲れた。ん？カレン、今からこの人の家に行くんだけど、あんたもどう？やあ、はじめまして、可愛い子ちゃん。どうも。でも、やめとく。なんか頭痛いし、そろそろ私帰らなきゃ。え？また？あんたこの前も断ってたじゃん。ひょっとして。違うわよ。とにかく私もう帰るから。じゃあおやすみ。ちょっとノリ悪いんだから。ごめんね、せっかく声かけてくれたのにさ。別にいいよ、君たちがいるし。さあ行こうか。ちょっと早く出過ぎちゃったかな。まだママが来る時間じゃないし。ん？なんだ、気のせいか。気のせいなんかじゃないよ。え？誰よあんた。君、かわいいね。カレンって言うんだろ？いいね。いい名前だね、カレンちゃん。ありがとう。でも、あんたには、私の名前、呼んでほしくないかな。へえ、そうかそうか。でも、今晩は耳元でずっとカレンと呼んであげる。あ、絶対無理。いやー！追いかけっこだね。ママ、ママ、早く出てよ、ママ。え？油断してると死んじゃうよ。追いかけっこの次はかくれんぼかな。カレンちゃんは遊びたがりだね。どこかな、どこかな。で、見つけた。かくれんぼは終わりだ。誰か、助けて、誰か。言っただろ、もうかくれんぼは終わりだって。君の遊びに付き合ってあげたんだから、次は僕のしたいことをさせてよ。ねえ、そうでしょう。やだ、やだ、誰か。自分ばっかり遊んでもらうなんてずるいよね。次は僕の番だ、僕の。カレン、ちょっと何してんのあんた。ママ、ママ助けて。ああ、なんだよお前。カレンから、娘から離れなさい、今すぐ。うるせえな、邪魔すんなよクソババア。え？いやー、なんだ。おい、何かあったのか。ち、どうやら命拾いしたようだね。また会えるといいな。叶うと嬉しいな。ひとまずこれでさよならだ、カレンちゃん。ママ、そんな、待って、今救急車を呼ぶからね。カレン、そこにいるのね。怪我はない？いるよ、怪我もない。だからママも頑張って、死なないでよ。カレン、よかった。そんな、嫌よママ。ママ、ママ。何か覚えてることは？男の顔や声、身長に体型、何でもいいのよ。何も覚えてないの。悪いけど帰って、お願いだから。そう、何か思い出したらここに連絡して。じゃあね。
徹底的に物事に打ち込みなさいでしょ。だから徹底的に遊ぶことにしたの。でもその、やめとく。なんか頭痛いし、それにそろそろ私帰らなきゃ。カレン、よかった。そんな、嫌よママ。ママ、ママ。ち、どうやら命拾いしたようだね。また会えるといいな。叶うと嬉しいな。絶対に許さない。リベンジ。ねえ、この男見たことない？ダッサいメガネにロン毛姿なんだけど。いや、見てないの。私も。そう、ありがとう。ねえ、ちょっとカレン？ああ、二人とも。心配して連絡したのに既読もつかないし、なのになんでここにいるの？ああ、ごめん、忘れてた。それより二人とも、この男知らない？ええ？いや、わかんない。私も。てか、こいつ誰？なんで探してるのか教えて。ああ、ねえ、あんたは知らない？ちょっとカレン？こいつ、俺知ってるぜ。この前、黒猫クラブで警備員と揉めてるところ見かけたよ。ほんと？ああ、でも警備員をボコボコにしてた。すげえ強いぜ、こいつ。知り合いなのか？ちょっと腐れ縁でね。とにかくありがとう。お安いご用さ。ひょっとして俺、なんかいいことした？あんたって、ほんと顔だけのポンコツね。夜も大したことないし、もう会っても話しかけないで。え？おいおい。俺が何したってんだよ。ちくしょう。この男を知ってるでしょ？先月、ここでトラブルを起こしたはず。ああ、確かに僕はこいつを知ってるが、何か用かな？う。殺し屋のカカオは何やら理由があって警備員さんになりすましているようです。しかし、そんなことはもちろん知らないカレンはカカオに対して強気な態度を取りました。男の身元を教えて、こういうところって入場時に個人情報を控えるんでしょ？確かにそうだ。でも、わかるだろ？いかなる理由があっても個人情報は教えられない。これで教えて。もちろん、あなたから聞いたなんて絶対に言わないから。答えはノーだ。おとなしくこのまま帰るんだ。はぁ、オーケー。なら、いいから黙って教えな、この薄野郎。どういうつもりだい？この男に、ボコボコにされたのだってあんたなんでしょ？知ってるのよ。あんたって、弱いんでしょ？命が惜しいなら、私にこの男の身元を教えなさい。何が君をそこまで。大切な人を奪われたのかい？なんで？目を見ればわかる。深い悲しみと怒り、そして途方もない絶望が目に宿っているからね。そしてその大切な人を奪ったのはこの男というわけか。ママはいつも徹底的に物事に打ち込めと言った。でもそれを私が破ったから、だからママは死んだの。うん？何今の声？誰かいるの？あんたはそこから動かないで。おい待て、それ以上は立ち入り禁止だ。動かないで。とても辛そうな声だった。このロッカーの中から聞こえた気がするけど。はあ、もういい、わかったよ。いつの間に？これは？男の個人情報だ。これをやるからさっさと目の前から消えろ。今すぐだ。本当に？ありがたくもらっておく。でも、中を見ないとは言ってない！なんだ？誰もいないじゃない。勘違いしてたみたい。それじゃあ、これありがとう。最後にいいかい？はぁ、何よ。罵ったことなら謝る。悪かった。違う。その金は君が持って帰るんだ。あと一つ。あまり出しゃばりすぎない方がいい。死にたくないならね。へえ、ご忠告どうも。やれやれだね。う、君は何も見てないし聞いてない。オーケー？ああ、従うよ。よし、いい子だ。命だけは助けてあげよう。どうやらカカオとカレンが追っている犯人は同一人物。
カカオはこの店の警備員とターゲットが揉めた情報をつかみ、自身が警備員になりすますことでターゲットに近づこうと考えていたようです。はぁ、それにしても素人とターゲットが被ってしまうなんてね。ターゲットは若い娘を中心に狙いを定め、いとも簡単に人の命を奪う人間のクズ。彼女はどうやら母親のおかげで一度命拾いしているようだが、やれやれ面倒なことにならないといいんだけどね。ああ、めんどくせえ。なんでこんなバイト選んじゃったかな。黒猫戦闘。今日はちゃんと来たのか。この前はいきなり休まれて大変だったんだよ。お疲れ様でーす。はい、お疲れ。じゃあ、店閉じと風呂場の掃除を頼んだよ。全部済んだら風呂入ってっていいから。はーい。ただし、次電話もなくサボったら君クビだ。2回目はないからね。それじゃ。ち、あのじじい、何度も同じこと言ってうるせえんだよ。ボケやがって。そのうち絶対始末してやる。クソが。うん？へへへ。君は確か。そうだ、カレンちゃん。僕に会いに来てくれたの？その可愛い顔が鏡に映ってたよ。動かないでよ。あんたのせいでママは、始末してやる。なんだって？おいおい。君がいくら物騒なものを持っても、そんなひ弱な力じゃどうしようもない。わざわざママが助けてくれたのに、おバカなカレンちゃん。このクソ野郎、離せ。私に触るな。ああ、ああ。カレンちゃんのせいでバイトもクビだ。まあいいか。その分たっぷり楽しませてもらうからね。やだ。うわあ。うげ。はあ。銭湯で騒ぐのはマナー違反だ。教わらなかったのかい？あんた警備員の男じゃない。また会ってしまったね。悪いが、ここからは僕の仕事。君はさっさと消えるんだ。また邪魔が入った。あのババアといい、お前といい、俺とカレンちゃんの幸せなひとときを邪魔すんな。君はそうやって今まで何人の女性を襲ったんだい？そんなのお前に関係ないだろうが。やれやれ、自分の欲望のためなら誰かで構わず命を奪うクズの塊だね。あの母親が僕に依頼してきたのも納得だよ。え？ちょっと待って。悪いが僕は忙しくて待ってあげられないんだ。ただ、せっかく掃除のしやすい場所だし、派手に死んでみようか。動かないで。どういうつもりだい？言ったでしょ？こいつはママの命を奪ったの。私にやらせてよ。人の命を奪うんだ。どういうことか分かってるのかい？もちろん出頭する。もう覚悟はできてるわ。うん、オーケー、分かったよ。ただし、君が思うより銃は簡単に当たらないからね。ここはって、おい、何してんだよ。よし、この角度だ。あとは引き金を引けばこいつを始末できるよ。オーケー。始末って、やめろ。謝るから。金も払う。もう絶対しないから。だから命だけは、カレンちゃん。だって、どうする？迷わぬ者に悟りは開かない。君に改心なんてありえないね。同意見よ。それじゃあさよならよ。このクソ野郎。命を奪ったのはバージンかい？ママの言う通りだ。中途半端に生きがってたから。私、あの日だって知らない男たちと一晩中いればママが死ぬこともなかったのに。徹底的に物事に打ち込めか。なら試してみるかい？え？ちょっと。いいから構えるんだ。
ほら、一発目だ。待ってよ、もうこいつは死んでるでしょ。君の母の教えだろ、徹底的に黙って撃ちまくるんだ。二発目、三発目、やだ。四発目、五発目だ。やだ、もう撃ちたくない、やめてよ。何考えてんのよ、こいつはもうとっくに。ママに言われた通り丹念に物事に取り組んでるだけじゃないか。なのに何をそんなに怒ってるんだい。違う、こんなの違う、私はこんなことやりたくない。ああ、そうだ、君が知らない男と一晩を共にしたくなかったのも同じことだろ。君も僕も全力で取り組めることなんてそう多くない。それがわかると母の言葉の捉え方もまた変わるはずだ。徹底的に物事に打ち込めの捉え方、どういう意味よ。僕には本気で取り組めることを君に見つけてほしくて言った言葉に思えるのさ。少なくともいろんな意味が考えられるなら自分にとって最善の捉え方をした方がいい。そうだろ。ええ、そうね。でもこんなやり方で教えようとするなんて悪いけど、あんたはイカれてる。ふふ、僕にとってそれはただの褒め言葉さ。じゃあもう僕は行くが、巻き込んでしまったお詫びに君に一つプレゼントをあげよう。プレゼント？それって一体？そのうちわかるさ。じゃあね、反抗期のじゃじゃ馬お嬢さん。こうしてカカオさんは無事に殺し屋としての仕事を終えたのでした。どうでしたか皆さん。うん、犯人が退治された時はスカッとしたけど、やっぱりカカオってヤバい人よね。それより俺は案内人さんの反抗期の原因が気になるぜ。それは私が説明するわ。あら、いつの間に。実はこの子、案内人としての仕事が忙しくなりすぎるとたまにこうしていやいや言ってストレス発散してるのよ。え、そうなのかよ案内人さん。違うもん。とはいえ信頼してる人の前でしか出さないから、あんたらには随分と心を開いている証拠だわ。よかったわね。違うったら違うもん。もう、いやいやいや。なんかそう聞くと可愛く見えてきたわね。ニヤニヤが止まらないぜ。でもカカオが言ってたプレゼントって一体何なんだ？それはこの後のおまけで説明するわ。今日の動画が面白かった人はぜひグッドやチャンネル登録をして黒猫ファミリーの一員になってね。それじゃあまた次の動画で会おうぜ。バイバイチーン。なんで弁護士が私に会いに来たの？ある方に頼まれまして、こちらはプレゼントと言われ受け取りました。これは？ちょっといつの間にこんな写真。この写真さえあればあなたは過剰防衛、運が良ければ正当防衛で無罪です。一緒に戦いましょう。はい、でも頼まれたって一体誰に？行かれた者より。これってあの、あいつは何者なんですか？知らないんですか？ただの殺し屋ですよ。最高にイカれてるわね。あら、お疲れ様。早かったわね。ただいま。まったく反抗期のお嬢さんってのは手がかかるね。年頃なんてそんなものよ。あなただって反抗期の時期があったんだから。覚えてないね。じゃあガーナの反抗期は？ああ、そういえばそんなこともあったね。誰もが通る道よ。あんたが助けたお嬢さんはこれから思春期を抜けて大人の女性になっていくの。助かった命に感謝しながらね。ま、僕にはどうでもいい。依頼があったから復讐を執行しただけさ。あの子も私に対してはまだまだ反抗期が抜けないわね。